皆さんこんにちは、本日の司会を務めさせていただきます渡辺千鶴と申します。私はフリーランスの医療ライターとして活動しておりまして、雑誌を中心にがんの記事を書いております。本日は拙い司会ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。さてこの時間は、先ほどもご紹介がありましたように、食道がん新たな治療の選択肢が増えつつありますをお送りいたします。講師の先生は慶応義塾大学医学部腫瘍センター副センター長の浜本康雄先生です。浜本先生は札幌医科大学をご卒業後、初期臨床研修中にスキルス胃がんや進行食道がん患者さんたちをご担当されて、進行消化器がん治療を専門的に学ぶことの重要性を痛感されました。その後、国立がんセンター東病院で臨床腫瘍学を研修されて、栃木県立がんセンター腫瘍内科などを経て、2011年より慶応義塾大学病院でご勤務です。専門は消化器がんの内科治療ですが、神経内分泌腫瘍や肉腫、高齢者のがん診療にも力を入れていらっしゃいます。分かりやすい説明と満足できる治療の提供をモットーに日々の診療を行っていらっしゃるそうです。本日は食道がんの病院選びの情報から、最新の医学情報まで幅広くご講演していただきます。それでは浜本先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。慶応大学の腫瘍センター浜本と申します。何回かこの会ではお話しさせていただきまして、特に食道がんのお話を指名いただいたのは大変光栄で、と言いますのは、今はいろんな病気の方を担当させていただいているんですけれども、食道がんという病気は私自身がこのがんの治療の世界に飛び込んだ非常にきっかけになった病気です。それで、いろんな治療方法がありますし、いろんな病院でいろんな話になるかもしれないんですけれど、やはり大事なことっていうのがですとか、皆さんに少しご理解してもらいたいことっていくつかありますので、そういうお話を中心にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと座ってお話しさせていただきます。それで今日ですが、お話としては3つに分けてみました。まず情報ですね。今日こうやって見えてる方、情報を収集したいと思って来てる方もいらっしゃると思いますし、あとは病院選び、実は病院選びのところのスライドを今回はちょっとボリュームを多くいたしました。ご質問がやはり結構多いんですね。病院選び、どういう病院に行けばいいんですかという質問多いので、病院選びのところを少しいっぱい作りました。それから食道がんを治す方法というのは、治療方法です。治療方法に関しては、実は前回のこの回でもお話したので、ちょっと盛りだくさんになると少し駆け足になってしまうかもしれませんが、この3つを中心にお話ししたいと思います。情報を集めると、分かりやすい説明の入手方法ですね、非常に重要なポイントだと思います。実はこれは昨年、私食道がんのお話をさせていただいたときに、ご紹介したのはこの3つなんですね。この3つだったんですけれど、今年は数日前に改めて、1週間ぐらい前ですかね、準備しているときによく調べるとですね、この辺使えるなと思って、だいぶ食道がんの、皆さんがフリーでこう入手できるようなものが増えてきてるなということで、もう8つですね、今回8つ、食道がんに特化してないものもあるんですけれど、8つぐらいありましたので、少し1つずつご紹介したいと思います。でまず、がん情報サービスと、がん情報サービスというのがあります。これは検索するときには、がん情報ですね、がん情報というふうに検索すると一発でこのサイトに飛んでいきます。で、皆さん今日国立がんセンターに見えてますけれど、国立がん研究センターが運営しているサイトで、非常によくできてますね。情報が中立にできてますし、幅広い、知識を、入手できると。それから、我々も実は使うんですけど、各冊子ですね、患者さん向けのパンフレットを印刷して提供すると非常に分かりやすいとかですね、
あとはもう食道がんにもちろん限らず、その患者さんの家族の心構えみたいなものですとか、そういったものがよく書かれてます。こういった患者筆記というのがあるんですけれど、こういうのが、よく書かれています。このサイトですね、もう非常に見やすく、作られていまして、それぞれの病気の解説っていうところに入っていくと、まあ、食道がんというのが見つかりますし、あとは生活療養だとか病院の探すとかですね、いろんなところに関して情報が、まあ、振り分けられております。消化管の中に食道がんというのがありまして、まあ図示した上で情報サービスが提供されていますので、まずは第一の情報入手の、まあ、サイトとしてはこれ非常にいいと思います。あとこの丸につけたのは冊子ですね。こうウェブで見ていくのが苦手な方もいらっしゃると思いますので、こういった冊子に印刷してこう、やると、まあ、また見やすいので、我々も病院で患者さん向けに利用することなんかもあります。それからキャンサーネットジャパン、キャンサーネットジャパンはもう皆さん今日いらっしゃってますけど、本日の主催者ですね。主催者でイベントとかプロジェクト、こういうのもそうですし、ウェブで動画配信してるんですね。でやはりこの動画配信の威力って最近非常に感じます。私自身、まあ、この自分の得意分野じゃないものをこう情報を入手するときに、この動画配信なんかをこう眺めているうちに自然に頭に入ってきたり、自分の気持ちが整理できたりとかすることがあります。でこう小さく書いてありますけれど、この小さな これですね、今年のやつを、食道がんで検索してビデオを見てみると、私何回かお話してますので、私のスライドも2枚ありますかね。昨年のと3年前のやつですかね、食道がんのお話がありますし、大光先生という外科の先生の、セッションですとか、あとこれをこうご紹介している一番の理由は、行田先生って言って、お医者さんですね、緩和ケアのお医者さん、緩和ケアの行田先生というお医者さんが、食道がんになられたんですね。食道がんになられて治療して、それで気づいたことなんかを動画で配信されておりまして、実はこういった実際の患者さんというのは、この通常の、まあ、この行田先生はお医者さんですけれど、まあ、こういう形でお話しているサイトってなかなか食道がんで見つけることって難しいんですね。なのでこれすごくいいなと思って、昨年ご紹介いたしました。その後は縁ありまして、行田先生とは、臨床試験グループとこう患者さんといろいろ打ち合わせといいますか、こう患者さんの意見聞く会なんかで、まあ、お会いして、そういったお話なんかもする機会は得られました。そういう意味でこれいいなと思います。あと3番目は日本食道学会。私はこの日本食道学会の評議員もしているんですけれど、食道学会といいますのは、まあ、学会ですのでガイドラインというのを作っています。診療ガイドラインというのを作っていて、2017年版というのが最新です。でこれは1800円なんですけど、38のクリニカルクエスチョンといって、食道がんになった時にどんな方法で診断したり治療するのがいいのかっていうのを、まあ、最新の文献ですね、その時点で最新の文献をもとに、掲載されていて、ベストの治療の、選択肢とか情報が分かりますが、ただですね、これダウンロードできないんですね。ダウンロードして入手はできませんので、購入が必要です。それからこれ医師向けです。実はですね、乳がんですとか膵臓がんですかね、膵臓がんとか一部のがんは、患者さん向けのこのガイドラインの解説っていうのもあるんですけれど、まあ、この患者向けがないっていうのは一つの課題かなというふうには思っておりますので、こういった回で患者さん向けの食道がんのガイドライン、治療法の提案とかが提供できるように、まあ、なるようにならなきゃいけないなというふうに私も感じております。でここから先が今年ちょっと増やした面です。でガンノートっていうのをご存知の方いらっしゃいますかね。割と有名になってきてると思いますが、ガンノートっていうのは、これはですね、こういったサイトがありまして、これも動画中心に配信されております。で岸田さんがおそらく解説されてるんだと思いますが、もうがんの患者さんの悩み、食道がんの患者さんのこう悩みっていうのを実際に情報収集するのって結構難しいと思うんですね。割と多いのは
タレントさんとか著名な方、かなり活躍している方の情報で、あの人が食道がんになったらしいという情報なんかを入手できるかもしれないんですけど、一般の患者さんの情報って意外とないんじゃないかなと思います。でむしろこうネガティブな情報とか偏見みたいな感じで、噂話程度になるとか、まあ、あとは孤立してしまうとか、そういう感じでこうがんの患者さんのいろんな悩みがあると。でそれに対してこうちょっと踏み込んだ情報を提供しようとか、それからリアルなロールモデルでこう同じ時間を共有できるような、そういった志で、岸田さん中心になって配信しているというのががんノートだと思います。でこの写真見た方が分かりやすいかもしれないんですけど、アフラックですかね、アフラックの宣伝で、この左の緑色の服を着ている方が岸田さんですね。で岸田徹さんで、がんの経験者が自らのそういった欲しい情報、僕らが医療者がこう提供する情報って、まあ、医学的には正しい情報であっても、実際の現場で患者さんたちが困っている情報に到達できてないとか、何気ない平凡なこととか聞きづらいこと、限られた時間で僕らに聞こうと思うとなかなか聞けないことなんかを、こういった対談形式で見れるので、まあ、とてもやっぱり患者さんたちとか家族の方から聞くとすごいいいみたいですね。でそれこそこう有名な方とかタレントさんですとか、そのアスリートっていうか、こう、まあ、人前に出ることが慣れていたりとか、それが仕事の方の経験っていうのは必ずしも個別の病気の患者さんたちにこうフィットしない場合があるんですね。それを、まあ、通常の病気になった方の情報がもうこうどんどん配信されているというのは、まあ、すごくこう新鮮ですし役に立つようです。でこのがんノートを紹介するのはこの村本さんですね。食道がんの患者さんで、まあ、さっき昨年は行田先生、お医者さんが食道がんを経験して、それで動画で配信しているというのを紹介しましたけど、あんまりないんですね。あんまりないのがこの村本さんが、こうやってこのがんノートで岸田さんと一緒に対談して、病気になったこととか自分の仕事のことですとかね、そういうのを赤裸々に語ってらっしゃると。でちょっとスライド小さくて分かりづらいかもしれないんですけど、この村本さんは右側ですね、向かって右側村本さん、分かりますかね、このか飲み物なげらですけど、缶ビールがちょっとあるんですけどね、缶ビールがありますけど、これ決して、まあ、食道がんになる方は大酒飲みの方が多いんで、ね、今日なんて暑い日ですからビール飲みながらっていう感じかもしれませんけど、これそうじゃなくてですね、村本さん自身が札幌ビールの会社員で、それで、まあ、病気になってから現在も札幌ビールに勤務されているというふうに聞いてますし、いろいろな面で会社のご理解もあって、それで、こういう活動、まあ、病気になった経験を、まあ、共有していったり、それから、まあ、行政の方にもですね、かなり意見を、言っていただいて、すごい活躍して頑張ってらっしゃると思いますので、まあ、もし興味ある方はぜひご覧になると参考になるんじゃないかなと思います。こんな感じですね、がんノートということで、村本さんがお話しされて対談しております。それからですね、まあ、もう一つちょっと名前が似てるんですけど、これですね、がんサポート、割とがんサポートは有名っていうか、私はもうあれですかね、いろいろなライターの方とか書かれてると思うんですけど、私実はちょっと今回8月号でお手伝いさせていただきましたが、ちょうど食道がんの特集やってるんです。食道がんの特集やっておりまして、もうまさに今月ですので食道がんの特集をやっているので、そういう点では参考になるんじゃないかなという気がいたしますのでご紹介いたしました。私は今回は放射線と抗がん剤を併用して、まあ、がんが治せるという、まあ、臨床研究の結果がありましたので、そのことに関して少しお手伝いいたしました。あとこれはね、アナパンだと思ったんですけど、 NHK ですね、 NHK さんの健康チャンネル、これ穴場だと思ったのは、患者体験談というです、NHK の健康チャンネルの中で、患者体験談というのがあって、
食道がんの治療、手術をするのか、それとも手術以外の方法で治すのかといったところをこう、67歳の男性の方を、の体験をもとにこういったサイトを作られておりました。非常に参考になりまして、おそらくやはりこうテレビ局の作る、こういった資料コンテンツはまあ、その場で、放送されているものを見るのが、まあ、一番分かりやすいのかもしれませんけれど、やはりこういったウェブサイトにしても非常にこうビジュアル的に、メッセージというかこうスッと多分患者さんたちには伝わりやすいのかなと思いますし、まあ、ちょうど私たちの、まあ、私の上司でもある、まあ、上司であり恩師でもある北川教授がこの解説などを、まあ、携わっておりました。で、まあ手術後のリハビリのことですとか、それから治療の選択肢ですとか、そういうのが幅広く書いてあって、これ穴場だなと思ったのは、まあ、かなりしっかり作り込んであるサイトでしたので、患者さんたちにとっては分かりやすいと思いました。最後は7番目と8番目は実はこれはお医者さんたちが作っているものです。でブログは割と皆さんご覧になるみたいですね。患者さんのブログっていうのは私はあんまり拝見する機会ないんですけれど、こういったブログですね。でこれはね、食道がんのブログっていうのはいろいろ多分あると思うんですけど、これは某有名大学というかですね、食道がん一生懸命熱心にやってる大学の外科の先生ですね、外科のどちらかというと内視鏡治療を中心に頑張ってるらっしゃる先生のブログが実は昔からあったんですね。で、私も面識のある先生というかお名前は存じ上げていて、直接ご挨拶したりすることはあまりなかったんですけど、今回この回でご紹介したいということでメールさせていただいてご快諾いただきましたのでご紹介いたします。2007年からこのブログされているので、もうかなり膨大な、かなり熱心にこうすごい更新されてるんですね。この右側に書いてあるのが食道がんのガイドライン、僕らがガイドラインのものが出た時なんかにこういったガイドラインについてのこうコメントとか一生懸命書かれていて、まあ、ご本人のこう、まあ、メモ代わりということもあるのかもしれないんですけれど、いっぱい書かれております。で、まあ、お医者さんが作っているものですし、どちらかというとこう専門性が高いんですけど、まあ、私が伝えたいのは、食道がんの治療って実は、まあ、治療を受ける患者さんも大変だと思うんですけど、治療する側にとっても何ですかね、食道がんに対しての治療っていうのは結構こう中途半端な気持ちでできるというよりはかなり専門性高いんですね。かなり専門性が高いので、で、これ見るとこの先生のすごく食道がんに対するこう熱意というかですね、そういうのがいっぱい溢れていて、まあまあ、ただ患者さんにとって参考になるかどうかわからないんですけど、もう12年間やっている、ブログですので、こういったのがもしかすると参考のになるのかもしれないなと思ってご紹介させていただきました。で最後はこのがん治療の虚実っていうのは、これは、全く食道がんの、に特化したものではありません。で、まあ、私が、まあ、以前一緒に働いたことのある押川先生っていうですね、がんの治療を一生懸命やってる内科の先生ですね、で、YouTuber なんですね。 YouTube をすごくこう駆使して、そのいろんなことに対するこう患者さんに向けの、ものを発信していて、まあ、かなり結構視聴されているようですね、かなり視聴されているようです。で、がん治療の虚実っていうとね、ちょっとこうショッキングなタイトルですけれど、こんな感じですね。実は私も最近彼と一緒に、3、4ヶ月に1回ぐらい胃がんを中心なんですけどセミナーをやって YouTube でライブで配信してます。で、売りと言っていいんですかね、公開のセカンドオピニオンですかね、公開のセカンドオピニオンで、今日実は私のお話をした後に時間設けてますけど、毎回5分とか10分で、ちょっとあとはごめんなさいとかですね、あとはちょっと答えづらい質問なんかはその飛ばしちゃったりとかになったりするんですけど、彼とは最近私でやってるのはもうとことん全部答えづらい質問も全て YouTube で配信しながらライブで、できればもうその場で来た質問にも答えていこうという試みで、まあ、やってます。やってますね。でこれは私でやってるのは3、4回やってます。
で彼自身はもうかなりの頻度で、こういった、いろんなものに対する質問に対して、一生懸命喋ってますね。で結構見ると患者さんの評判いいんですね。例えばこんな感じです。抗がん剤治療前だけど吐き気の副作用が怖くてたまらないということに対してもう彼で一生懸命説明するとかですね。副作用が出やすい人はどんな人ですかとかですね。あとこれ割とあるかもしれないですね。家族の方が悩んで、ご紹介するんですかね。抗がん剤絶対拒否だっていう方に、やっぱりでもやった方がいいと思うんだけどどうしたらいいんだろうかとか、なんでこんな風になっちゃうのかとかですね。割と素朴な質問で、最初昔から僕彼のこと知ってましたので、もう20年ぐらい前から知ってたので、なんか変わったことやり始めたなと思っていたんですけど、結構ですね、これもそうですね、白血球が下がってこう抗がん剤通りが予定通りいきませんとかですね、こういった悩みなんかをもう30分とか1時間かけてもう一つずつ答えてですねやっていますね。この頭を冷やすと、この頭を冷やすとって、なんか今日暑い日なんか気分いいなと思うかもしれませんけど、頭を冷やすと髪の毛が抜けなくなるっていう、そういった研究があるんですね。でただ頭を冷やすと再発のリスクが増えるんじゃないかという、そういったお話もありまして、そんな質問なんかを一つずつ丁寧に答えていると、そういったサイトで、結構こういった YouTube ですので、あんまりこう能動的に見なくても、聞いているだけでふーんと思って気分が変わっていくっていうのがどうもあるみたいですので、こういうのもいいかなと思いますので、参考になればと思います。であと次によくご質問受けるのが食道がんの病院選びですね。病院選び、もしかすると今日来ている皆様やこれからウェブで見る皆様はすでに病院選んでいると思うんですけれど、ランキング一番は慶応というふうに言いたいところなんですけど、これは例ですね。例としてどんな病院がいいかというのをちょっと、皆さんが考えるヒントになればと思ってスライドを作りました。でこれは私たちの病院なんですけど、やっぱり外科の専門医というのは食道外科、食道の手術の専門家がいるというのは大前提として、いいと思います。実は慶応病院にはもう一人いまして、3名いて、3名も食道外科の専門医がいるというのはそう多くはないんですけれど、食道外科の専門医がいるというのは大前提として重要ですし、あとは内視鏡ですね。食道がんの診断とか治療には内視鏡というのは欠かせないんですね。内科のお医者さんが必要です。で当院にはその八木教授は内視鏡でこうがんを大きなものでも取るのの名人ですし、加藤文彦先生も食道がんの治療と内視鏡を非常に特化して熱心にやっております。で内科のお医者さん、それから放射線治療というのも非常に重要です。で当院では吉田佳代先生のっていう先生がかなり食道がんに熱意を持って一生懸命やっていて、本当はもうぜひ写真でご紹介したかったんですけど、ちょっとご本人の許可が得られなかったので、出してないんですけど、もう非常に熱心に食道がんの患者さん、食道がん自体に熱心に治療するのと、食道がんになった患者さんって独特のこう、なんていうんですかね、年齢でいうと、や年配で、男性の方が多いんですけど、そういう方たちに対処するのも非常にこう吉田先生は、きちんとやってくれています。これだけでも十分なんですけど、あとは私自身ですね、私は内科医なんですけど、内科医といっても内視鏡医と僕らの内科というのはちょっとやっぱ違うんですね。人種が違うって言ってもいいんですけど、腫瘍内科っていうと、最近一般的になりました。で、腫瘍内科っていうと化学療法、抗がん剤の専門家っていうのが一つの大事なポイントではあります。で当院では私とあと平田先生ですね、私も食道がんの治療するようになって20年以上になりますけれど、抗がん剤の専門家です。抗がん剤の専門家なんですけど、抗がん剤でとにかく患者さんを薬漬けにするんではなくて、抗がん剤をやった方がいい場合には抗がん剤もやりますし、それから抗がん剤じゃなくて手術がいい場合にはやっぱり手術を推薦したり放射線治療にこう推薦したりとか、いろんな意味でのもう病気全体、がん全体の専門家が揃って、なおかつ、有機的にというかですね、こういった専門家同士が、お互いの縄張り争いしてるんではなくて、かなりこう機能的に協力し合ってやっている病院、やっぱこういう病院が間違いなく食道がんの治療するには
ベストの病院です。で、じゃあどうやって探すのかと、どうやって探すのかってなりますと、これはですね、食道学会のホームページですね。で、食道学会のホームページで食道疾患を扱う病院の、一覧が出ております。で、食道外科の専門医がの認定施設ですね、の一覧が全国で出ておりますので、こういうので探す方法というのはあると思います。こういうので探す方法はあると思います。東京は割といっぱいありますね。ただ県によってはもう1病院しかないとかっていうところもあると思いますので、参考になると思いますし、もう一つは JCOG っていってですね、これは研究グループです。がんの研究グループで食道がんの研究グループもあるんですね。実はこれは1970年の後半にできたグループで、今ではほとんどのがんに対する、もう胃がん、大腸がん、脳腫瘍、整形の病気、婦人科の病気全部あるんですけど、一番最初にできたのがリンパ腫と食道がんなんですね。一番全国の中でも伝統のあるグループであります。グループ代表者が、先ほど、から何度か出てますけど、私の上司の北川優子先生で、私もこういった会に入っておりますし、大学病院ですとか、がんの専門病院中心に構成されているんですけれど、どんな治療を食道がんで治療していくのがいいかというのを、かなり昔から熱意を持って、食道の愛っていうかですね、食道がんに対する熱意を持ってやっている、グループで構成されておりますので、40数施設あるんですけど、そこに参加している施設は、間違いなく食道がんに関して、しっかりやっているというふうに考えていいかなと思いますので、そういう探し方があると思います。 あとはですね、担当医もやっぱりなんだかんだ言って、そうは言ってもですね、どこにも全部自分の担当医が出てないということがあるかもしれないんですけど、やっぱり信頼関係ですかね、あって、その相性といいますか、担当医の信頼関係があるかないかが非常に重要かなと思います。で、これはですね、実は某新聞社というかですね、朝日新聞さんなんですけども、で、昨年ちょっと記事にしていただいた、患者さんと私がちょっとお話ししているシーンを、撮ってくれて、これちょっとなんかニコニコしすぎだなって気もするんですけど、患者さんの息子さんがですね、今度医学部卒業するとか、そんな話をされてたのが記事になっておりまして、今デジタル版とかでも出てますけれども、そういったお話伺って教えてもらったりとかしたところを、撮ってくれております。ということで、どんな病院がいいかと、どんな病院がいいかと名前を出すのはちょっと露骨かもしれませんが、ただ選び方ですね、選び方ランキング、手術件数割と、よく見られるかもしれません。手術件数は多い方がいいと思います。多い方がいいんですけれども、それから外科専門医認定施設に登録されている、これも悪くないと思います。悪くないと思うんですけれども、それよりやっぱり重要なのは、これは研究グループに参加しているのがいいかというよりは、外科手術だけじゃないというのを探していくのが大事かなと。エキスパートがやっぱ揃って連携して機能的に働いているとかも大事ですし、でも何より一番大事なのは信頼関係ですので、今治療している病院との関係が良好であって信頼関係できているのであれば、それは特別な病院をこう渡り歩くというのではなく、最終的にそういったところでしっかり治療していくのがいいかなと思います。で、最後にちょっと時間がダンプをしてきてやってますので、どれぐらい話せるか、あれなんですけど、食道がんの治し方というところで治療方法のことをお話したいと思います。で、とにかく食道に関しては厄介な病気というのが、大事な重要な臓器ですね。食道この真ん中にあります。この真ん中、体の真ん中、背骨の前にあって気管の後ろにあります。それから食道の前には心臓があります。で、動脈も走ってますので、かなり重要な臓器の、中に食道がありますので、手術をするにしても放射線をするにしても、そこが極めて重要になります。で、実はですね、お待ちかねの新薬はそろそろ登場します。新薬登場します。それは免疫チェックポイント阻害剤、オプチーボという名前で有名な薬がおそらく近い将来使えるようになります。免疫チェックポイント阻害剤といって、昨年、ノーベル賞を本庶佑先生、京都大学の、本庶佑先生が取られた
のに関係する薬ですね、がんの、免疫チェックポイント阻害剤として、非常によく知られるようになってきております。でどんな感じの薬かと、こうがんの周りに、ある、こうチェックポイントというところをからそのリンパ球はがん細胞によってですね、リンパ球はスイッチをオフにされているんですね。このスイッチをオフにされているスイッチをさらにオフにするっていうですね、そういうところが効果を発揮するんですけど、実際の薬としての、経験としてはですね、これ私がもう5年ぐらい前になるんですけど、初めて治験で、使わせていただいた患者さんです。でこう皆さんが見てもすぐ分かるぐらい大きな塊がこれ肺にあります。食道がんが肺に転移した方だったんですね。これはですね、7-8センチぐらいですかね。これはオプチーボという薬使ってたのにボーンとちっちゃくなったんですね。もうこれの衝撃はもう今でも忘れられないですね。今でも忘れられない衝撃で、もうすごく小さくなりました。この方は3回治療しただけでもう半年間ぐらい、病気のコントロールが得られたんですね。もうこんな薬今まで見たことないなというふうに思いました。その病気のコントロールについたんですが、ただですね、なんで3回でやめたかと言いますと、肺炎を起こしちゃったんですね。間質性肺炎といって一番僕らが困る肺炎を起こしてしまったと。ということで、これはこのテスト中ということもあって、その後の繰り返しの治療できてないんですけれど、ただとても非常に、すごい強い効果が出ておりますし、これはですね、スパイダープロットといってですね、変な図なんですけど、これ一つ一つの線が一人一人の患者さんです。で青い線はあまり効かなくて悪くなった方で、緑の線が病気のコントロールがついている方で、下に行くと病気のコントロールがついていて、こう右側に行くとずっと長く効いてますという、そういう絵です。で特徴としては、これ当たり前なんですけど、効いてる人はとても効いて、しかも長く効くですね。だから当たり外れが結構あるんですかね。当たり外れがあって、それはだいたい 10% から 20% ぐらいの患者さんでとっても当たりが出そうだという認識で、僕らこの薬を、考えてはいます。ただ、先ほどの肺炎みたいな、経験が、しなかったような特殊な副作用なんかもあるので、そこはかなり慎重にしなければならないんですけれども、これは承認ですね。承認申請、国内初の食道がんで承認申請が出されています。これは今年の5月の記事です。今年の5月の記事ですので、今年の5月の記事にこれが承認されたんじゃないんですね。承認の申請を出したという記事なんです。承認の申請を出しただけでこんな記事になるのかって、なんか変な気分になるかもしれないんですけれど、これはですね、大体ですね、承認されてから9ヶ月ぐらい、1年弱で、薬が承認になることが多いです。なので、大体9ヶ月ぐらいというふうに思われているんですけれど、つまりですね、5月の30日にこう申請出されていますので、9ヶ月ですから来年の2月とか3月ぐらい、そのあたりになると、食道がんに対するオプチーボがおそらく使えるようになるだろうなというふうに、我々は想像はしております。よっぽどのことがなければ使えるようになるだろうと。これが、食道がんのお待ちかねの新薬であります。まだ使えないんですね。でもね、まだ使えないんです。実はあとはですね、これも何回かご質問を受けたんで、ちょっと直前に準備したんですけど、食道がんの切り方、手術を受ける患者さん非常に多いと思います。食道がんの切り方、どういうふうに切るのかと、内科の私がお話しするのも何なんですけど、やっぱりね、切りたくないっていうのが本当かなと思いますし、切るからにはきれいに切ってほしいとかですね、傷が小さい方がいいっていうのが本当のことかなと思います。で、これ左側は従来の、開胸ですね。もうバッサリと右の肋骨のところ大きな傷があります。お腹にも傷がありますという傷と、右側は胸視下手術、胸腔鏡ですね、内視鏡を入れて傷を小さくする手術なんですね。この傷だけ見るともう一目瞭然で、左の手術の方が絶対いいと皆さん思うんだと思うんですね。で私もそうかなという気持ちもあるんですけれど、実はですね、やっぱり賛否両論なんですね。これはつい最近といいますか、内視鏡の手術でトラブルが起こったっていうですね、
問題の報道をご覧になった方いらっしゃると思うんですね。実際には傷は小さいけれど、トラブルがどれぐらい多いかというのは実際のデータ見てみないと分かんないんですね。これは全国の統計です。外科の統計です。外科の統計を、私たちの先輩で今浜松医大の教授の外科の教授の竹内先生からいただいたスライドです。で、竹内先生が発表されているんですけれど、胸腔鏡の手術は出血量が少ないとか呼吸器の合併症が少ないですとか、それから感染で、少ない面があって、いい面はあるんですけれど、手術時間ですねが長くなるとか、半壊神経麻痺とか再手術が増えるといった、そういった欠点があります。そういった欠点がありますので、実はいい点と悪い点両方あるというのを、皆さんご周知ください。ほぼ同等という縫合不全とかですね、術後の合併症とか30日以内死亡とかですね、そういった副作用がほぼ同等という、面もあるのと、いい点と悪い点があるので、現在ですね、これは非常に我々問題視しておりまして、先ほどのジェイコブっていう臨床試験グループですけれど、で、比較研究してます。比較研究してご協力してもらってるんですね。ですから、もしかするとこんなこうお願いされた方たちがいらっしゃるかもしれないんですけれど、本当にこう傷が小さい方がいいのか、それとも傷は小さいけれどトラブルが多くて、実際の患者さんの治療成績が直接手術をして、切るのと違うのかというのを、比較研究しておりますので、ぜひそういったお話があった場合にはご協力いただければと思っております。これから実はもう5分ぐらいということで、これから5分でお話どれぐらいできるかちょっと心配なんですけど、すいません、ちょっと駆け足になっちゃうかもしれません。食道がんの切り方と切らずに治せるのかどうかというところですかね。食道がんが見つかった場合に一番大事なのは、まず一番最初に見つかるのは、いわゆる消化器内科のクリニックとかそういうところで見つかるんじゃないかなと思います。ただですね、その後の治療はもうぜひ、アクセスのいいところがいいですね、通いやすいところがいいと思いますが、精密検査でステージ、どんなステージなのかを決めると。もうこのステージが決まることで治療方法がほぼ決まると思っていていただいていいです。ステージの0なのか2なのか3なのか4なのかということになります。で、ステージっていうのは実は T と N と M っていう因子で決めています。これはですね、 TNM って言ってですね、病気の深さ、リンパ節、それから遠隔転移がどこにあるかと、そこで決めてます。そこで決めてるんですね。で、この組み合わせでステージの0なのか1なのか2か3か4かというのが決まってます。有名なやつをちょっと濃くしたのは T4 っていう、 T4 ですね。この T4 っていうのを太字でしてます。これ T4 っていうのは、がんが他の臓器にくっついてしまっていて、手術で取れないというのを T4 って言ってます。それからこの、M1 っていうのは、がんが他の骨とか肝臓とかに散らばっていて、病気は手術で取れないと、薬の治療中心とというのが、M1 ですね。で、このステージによって治療方法を決めていくんですけど、治療するとすると、もう内視鏡で取るか手術をするか、放射線をやるか抗がん剤をやるかのもうコンビネーションです。で、ステージの01の場合、とっても小さければ病気を内視鏡で取れます。内視鏡で取れますので、それで終わればいいんですけど、内視鏡で取れるがんって実は結構少ないんですね。これ実は食道がん映ってますけど、これもどっか分かりますかね、どこにあるか分かりますかね。ヒント、血管なんですけど、これゆっくり話してる時間があんまりなさそうですが、これ、どこにあるか分かりますかね。血管にあります。こういうのを見つけてくれる内視鏡の先生がいるといいんですよね。血管が見えないところなんですね。血管ずっと映ってるんですけど、血管が見えなくなっているところが、右下のあたりにあります。これ特殊な薬使うと、この茶色くなっていて中に黄色いところがあります。この黄色いところにがんがあるんですね。こういうのを、取ってしまえば、いいんですね。で、この取ったのをこう顕微鏡で見て、がんがきれいに取り切れてるか、これ取り切れてれば切らずに治ってます。切らずに治ってるんですけれど、脈管って言ってですね、 LY とか V って書いてますけど、 LY とか V っていうのは、そのがんが取り切れてるけど LY とか V っていう、こうリンパ管とか血管にがんが入ってる場合があるんです。
その場合はこの内視鏡の手術だけだと不十分なんですね。不十分なのでやっぱり切るしかない場合があります。治ってない場合にはやっぱり切るんですね。食道がんの手術をします。あるいはそこで切らずに放射線と抗がん剤を追加する場合もあって、これで切らずに治る場合もあるんですけど、これはですね、病気の大きさとか、あとは切り方によってちょっと大きく異なるので、これ相当慣れている施設でやってください。切らずに治る方法もあるんですけど注意が必要です。それからですね、この下の方に、ずっと下の方にちょっと見えづらいですけど N って書いてるのは、もっと太いリンパ節ですね、太いリンパ節に転移している場合はもうこれは内視鏡でどうのこうのってわけにいかないんですね。まあ、ですからこう本格的なもう手術、放射線、抗がん剤、これらを駆使して病気を治すということになります。で、まあ、とにかくステージ1であれば、基本手術でいいですね。全国の0502という研究結果でもこう検討してますが、ステージ1で手術で治ります。手術で治るんですけど、実は手術以外、放射線と抗がん剤でもステージ1だと治せます。治療成績は、同等です。同等ですので、まあ、ステージ1の場合は手術あるいは手術以外の、方法で治せますので、まあ、ぜひ考えていただければと思います。もうちょっと進んでいく場合、この T4 以外というのは切れるけどステージが、まあ、2か3か、この場合は、まあ、抗がん剤をやってオペ、あるいは抗がん剤と放射線をやってからオペという選択肢があります。で、これはですね、ちょっと駆け足になっちゃいますが、基本は抗がん剤をやってプラン通りにオペに持っていくというのが一番推奨できる治療です。ただ一方でですね、これはそれこそがんサポートさんで記事にしていただいたんですけど、0909という研究結果がありまして、ステージ2、3の場合はまずは切らずに放射線と抗がん剤をやって、それで治せない場合にこうオペに持っていくと、こういうのをサルベージ手術っていうんですね。サルベージ手術、救済手術、切れない場合に持っていくと、こう2段階になっていくという方法なんかがありまして、こういう方法は、現在も用いております。これは担当のお医者さんとよくご相談するといいと思います。ちょっとこれご質問いただいたんですけど時間があれですので飛ばします。で、 T4 というのは T4 ですね。 T4 とか T4 とか言いますけど、食道がんが周りのこう動脈とか気管に浸潤している場合です。この場合はやはりこうもう手術しようがないんですね、基本はね。なので放射線と抗がん剤で治しに行きます。どうしても治せない場合には手術に持ち込みます。あるいは最近我々も結構やってるんですけど、もっと強力、通常だと抗がん剤って2種類使うんですけど、これを3種類使ってギュッとちっちゃくした後にオペに持ち込むという作戦も取ってますので、これはその患者さん個々の状況によって変わります。ですからここの辺のこう勘どころといいますかは、やっぱり食道がんの治療にもう特化して慣れている、薬でも放射線でも手術でもいけるところなんかが最も得意とするところであります。で、さらに病気がステージ4とか再発とかってですね、こうやって肺とかリンパとか骨とかに広がってしまった場合、これはですね、その手術っていう出番ではなくなりますので、まあ、大きな病気の場合には放射線治療をするとか、それから抗がん剤治療でなんとかコントロールすると。まあ、ただですね、ステージ4というのはイコール全身ですね、全身に病気が広がっていると、見えないところにも隠れているというふうにご理解ください。ですので、まあ、いろんな薬使います。そんなに実は種類多くないんですね、3種類の薬しかないと言った方がいいのかもしれませんが、で、4種類目というのがさっきお話ししたオプチーボ、免疫チェックポイント阻害剤が使えることになりそうだと。まあ、この辺の薬を上手に使い分けながら治療しております。で、まあ、シスプラチンと 5FU という薬を使うのが一番多いですね。ただ一方で、まあ、病気を治せるわけではないので、まあ、薬漬けにしてしまうというのではなくて、その薬を休むとかですね、抗がん剤を やらないとかですね、そういうのを、まあ、担当の主に腫瘍内科になるんじゃないかなと思いますが、腫瘍内科の担当医とよくご相談するのがいいかなと思います。それからちょっとこれも時間が十分ないので駆け足になってしまうんですけど、まあ、最近の話題としてがんの遺伝子パネルですね、もう300とか400のこうがんの遺伝子を調べることによって、その患者さんに特徴的な薬を使える可能性があると。今保険診療になりました。
保険診療が動き出しております。で、小さく書いてますけど NCC オンコパネルとかですね、ファンデーション1って言ってですね、このがんの遺伝子パネルが保険診療になっておりまして、56万4000円ですかね。これは56万4000円の 10% とか 30% とかの負担になりますので、こういった検査をその病院で、ご紹介を受ける場合があると思います。で、一部の患者さんはこういった治療ができるようになりますので、まあ、標準治療がなくなった場合とかですね、薬全部使い切ってしまったとかですね、そういった場合なんかにこういった方法が、まあ、現在使えるようになってきました。で、ゲノムの中核拠点病院ってあるんですね。これ11個あります。東京都内は、こちらの国立がんセンターですとか慶応大学とか東大病院で、が 中核拠点病院ですので、まあ、ご相談していただくと、こういった遺伝子パネルを調べていることによって、こう特徴的な薬、特徴的なその異常を、ターゲットとした薬の紹介ができることがあります。まあ、ただ実はですね、いっぱい調べるんですけど、その対象とならない患者さんの方が多いので、かなり期待する反面、治療に結びつかない患者さんが多いという点で、まあ、まだまだ不十分なんですけど、こういったゲノム検査というのがありますので、まあ、ぜひ考えていただければと思います。で、これもうそろそろ最後の方なんですけど、とにかく治療方針に関しましては、いろいろな診療科が決めていきます。ですから、もう教授の一声で決まるというよりは、いろいろな診療科の、まあ、チームプレーで治療していくと。で、その中に患者さんたちも加わって、患者さんたちの状況が重要になります。実際には年配の方多いんですね。年配の方が多くて、若くて、これ75歳以下の、これは統計ですけれど、75歳以下の方だとかなり強い治療ができますが、それから超えてくると、特に80歳超えた方、食道がんの方多いですので、そういう方はなかなかきつい治療とかができません。で、そういった方に対して、これは今お話したのはもう全部強い治療ですね。一番強い治療、こういった一番強い治療で病気を治すというのは重要なんですけれど、それ以外のオプションですね、まあ、必ずしも抗がん剤を使わないで放射線治療を中心でやっていくとかですね、そういった方法で、まあ、見ていく必要もありますので、まあ、これは私がやっている研究なんですけど、良いチョイスというかですね、いいチョイスという研究なんですけど、まあ、患者さん その年齢に応じた治療方法を選択していくと、選別していくというのを、まあ、今いろいろ検討しております。で、これが最後のスライドですが、まあ、治し方といたしましては、もう病院を慌てず、もう焦らず、こう諦めずに、病院、いい病院を決めると。で、決めた病院を、まあ、良いチョイスをするべきですし、まあ、あまりこう、まあ、得意面は多少その病院によってあると思いますが、適切な治療を選択して、まあ、シンプルに、やっていくというのがいいと思いますし、あと情報不足の解消は、まあ、必要だなと常日頃私も思っておりますので、まあ、医療者の発信がもしかしたら少ないのかもしれませんし、まあ、こういった会、今回のこのキャンサーネットジャパンまさにそうですけど、まあ、患者会を中心にこう活動していると思いますし、の方たちがかなりのこう発信というかですね、底上げしていると思うんですね。残念ながら食道が実は患者会がないということでもよく知られているので、まあ、そういった患者会を作るという気があれば、まあ、ぜひお手伝いしたいとも私は思いますので、まあ、お声かけください。ちょっと時間を押してしまいましたが、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。先生ありがとうございました。では質問等も受け付けていきたいと思います。患者さんもなかなかもう玉石混合でどういうふうな情報がいいのかっていうのが分からなかったので、今日は専門医の先生からここにいい情報があるよっていうことを教えていただいたのはとてもいいなと思いました。イギリスなんかではそういう情報処方箋みたいなものをお出しに出すようなシステムがあって、なかなか先生方も十分に説明できないので、こういうふうに専門医の先生方からここの情報はいいよっていうのを教えていただいて、今日皆さんの参考になったかと思います。で、ちょっと、質問を、じゃあ随時、やっていきたい、お答えいただきたいと思うんですけれども、まずですね、抗がん剤と放射線療法で治療をして、まあ、寛解したけれども、
その後の副作用として喉の違和感とか乾燥感とか痛みに悩まされていますと。ただこの方は放射線のこれは副作用でしょうかということでご質問があって、この再発転移とかそういうこととのこうなんていうんですかね、こう見極めというかそういうのも教えていただければということと、その今の、症状を改善するのはどういうふうにすればいいかということで質問が来ております。これ確か事前にご質問いただいた方だったんですけれども、3年前に病気がんになられて放射線と抗がん剤で治ったみたいなんですけど、1年前から喉が痛いと。でこれはですねちょっと実は難しいなと思ったんですね。正直わかんないなと思ったんです。放射線の副作用の可能性はあります。晩期障害って言ってですね、病気が治った後も放射線によって食道が狭くなったりすることがあるんですね。でそれによって症状が出ることがありますので、そこが一番心配と。ですから放射線治療の課題ですね、切らずに治せる面がいい一方で、放射線の障害っていうのはずっと長く続くと、5年経っても10年経っても続くので、もしかするとそれが問題になっているのかもしれませんが、ちょっとこの患者さんの場合はかなり個別に診察してみないと分からないと思いました。やはりじゃあ主治医の先生、そうですね、多分ですね、でも、はい、正直このご質問いただいて感じたのは、これ主治医の先生も今は分かんないのかなと思いました。検査してると思うんですね、まさにこう再発してるんじゃないかと疑って調べて、再発がないんで安心したけれど症状が続くと、ちょっと時間が必要なのかもしれません。また先ほど教えていただいた、本当にそういう意味では患者さん、先輩患者さんで同じようなご経験で対処されている方もいらっしゃるかもしれない、いらっしゃるかもしれないですね。むしろ病院で聞くより患者さん同士のネットワークの方が、適切な情報をもらえたりとかしてるケースって結構ありますね、はい、先輩患者さんうまく対処されている方がいらっしゃるんじゃないかと思います。で先ほどの先生、今度治療選択のところなんですけれども、最初の診断からその、検査が進むにつれ治療法が少しずつ変わっていくようなこともあると思うんですけれども、この方はステージ1から2、リンパ節転移が0から1っていうところで、最初は化学療法、術前化学療法と切除と言われたけれども、現在は切除のみに変わったと。でこのような場合の選択肢として他にはないのですかということでご質問が来て、多分その方はステージ1と最終判断されて手術っていうことになったんだと思います、はい、でちょっと先ほど駆け足でお話したのは、手術以外で放射線と抗がん剤をやってみるっていう手はあると思います。ステージ1の場合だと治療成績はほぼ同等、ただですね、その後の結局治った後に再発とかですね、治らない場合があるので、だいたい4分の1ぐらい、 3割弱ぐらい、放射線と抗がん剤をやった後に手術に移行するケースがあるんですね。だからもう一発で決めたいと考えた場合にはもうダイレクトに手術するのがおすすめですし、あとはやっぱり先ほどご覧になって感じたかもしれませんけど、やっぱ傷が大きいというかですね、手術の後の後遺症が自信ないという場合もあるので、そこはもう担当のドクターとよく相談した上で最終決断だと思います。先ほど腹腔鏡というか胸腔鏡と、はい、それから開腹と、うん、最近そのロボット手術を行うところがありましたけど、そこはロボット手術の効果は、はい、やはりロボット手術っていうのは、ロボットが手術するというよりはロボットを利用してオペをするという方法で、教えてもらうとですね、やっぱりかなり細かなこととか、手がもちろん震えないとかですね、すごく機能的にメリットがあるみたいです。ただやはりこれもセットアップというかですね、きちんとロボット手術に対するロボットのいい点と悪い点を手術する担当者がよく理解した上でやらないと、実は必ずしもいい成績が出ない場合があるので、いい方法でいいこうツールが出てきた一方で、まだ実績
食道がんでの実績は、まあ、積み重なっていませんので、そこはその担当の施設がどういう状況なのかというのをよくご理解した上で決めていくのがいいと思います。先ほどと同じように、まあ、症例数を見て、そうですね、はい、そういう先生方のこれまでの、まあ、どれぐらい実績があるかという、まあ、ロボットの場合はそこの先生に聞いた方がいいかもしれないですね。先生ロボット私で何人目ですかとかですね、多分それぐらいのレベルのはずです。今ロボットに関してはここまではっきり聞いて、はいはい、聞いて教えてくださいとかって素朴な質問ですし、はい、いいと思います。はい、あとその再発に関してで、その再発手術後にもう一回再発をして、もう一回手術っていうことは、これはどのように、割とある場合はありますね。場所によるんですね。再発してそれが簡単に取れる場所、簡単じゃなくても取った方がいい場所、いくつかあります。例えばですね、取った方がいい場所って言ってもいろいろあるんですけど、取ったことによってその組織を見ると、治療方法が変わる時あるんですね。これは食道がんの患者さんって胃がんが 10人に1人はですね、胃がんだとかですね、喉のがんとかがあって、実は取ったものが別のがんだったとかですね、そういったケースなんかもあるので、まあ、場合によってはオペを繰り返すということはあります。ただ結構ケースバイケースなので、ちょっと気をつけて判断が必要ですね。じゃあちょっと最後の質問です。はい、ちょっとまた術前化学療法のことなんですけれども、ですね、すいません、抗がん剤と放射線治療をやって、その後に手術という治療法は患者の体力的に問題があるので進められないというふうに聞いたんですけれども、そのあたりはどうかという。そこは課題なんですね。実は検討中なんです。それを比べた研究をやっていて、まだ結果が出てません。で、抗がん剤と放射線というのは非常に効くんですね。食道がんに、食道がんもう場合によっては消えちゃうんですね。消えちゃうので、実はもうアメリカ、ヨーロッパは放射線と抗がん剤を先行してからオペをやるっていうのがスタンダードですので、体力的に問題があるから推奨できないというのは必ずしも正しくはないんですけれど、日本で、スタンダードになっているのは放射線使わなくてもとても良い成績が出ているので、そこまで必要ないのかもしれないと、ということで、まだ決着ついてないというのが本当のところです。で、あとは放射線治療の量が実は違うんですね。手術を前提としている場合には放射線治療の量がちょっと減らしています。ちょっと減らしているので、もしかするとそれがちょうどいい量なのかもしれないですし、またですね、放射線治療の問題点は5年10年15年放射線の被曝という言い方が正しいかどうかわかんないですけど、時間が経ってからの障害というのがあるので、できれば放射線当てずに治したいなっていうのもあってですね、そこがどういう形で結果出てくるとかっていうのを、まあ、先ほどのジェイコブっていうグループありますけど、そういったグループできちんと患者さんにご協力いただいて経過を見ています。ですからその結論はちょっと先送りです。あ、なるほど、はい、です。先ほどのそのジェイコブっておやりになっているその結果っていうのは、それは患者さんの方で随時こう情報っていう、だから僕らの方でやっぱり J 国の結果、先ほどのがんサポートさんは J 国の0909っていう研究結果を元に記事を書かれてましたので、はい、まあ、そういった感じで患者さんたちはアクセスしやすいかもしれませんし、はい、やはりそこはもうちょっとやっぱり研究結果を患者さんにもうちょっと見やすい形で僕ら医療者の方が出していく必要があるのかもしれないですね。はい、まあ、あとはちょっとガイドラインが、まあ、今の最良の、まあ、治療方法をまとめた、そうですね、ガイドラインはそれこそ実はこの食道がん扁平上皮がんが多いというのは日本と中国と台湾ですかねが多くて、世界的なこう頻度とだいぶ違うんですね。だいぶ違うので、やはりその日本特有の疾患ですし、そこのガイドラインお医者さん向けではなくて患者さん向けにもちょっとこう整理していく必要があるのかなと感じております。がんは情報戦とも言われますので、今日やはりいろいろ教えていただいた情報源をまた皆さんの方でも集めていただいて、
納得のいく治療法を見つけて受けていただければと思います。ちょうどお時間になりましたので、このセッションは終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。